アゴハシュレドゥ。ということで、今日から、ちょっとでツイッターにもあげてたお料理というのにチャレンジしてみようかなって思います。にしてもこのまな板超汚ねえな。今回その一人じゃ私すごくお料理下手なので、教えてくれるっていうことでゆかしーに来てもらいました。せーの、ゆかしー。ということで今日は初めて私作るんですけど牛丼を作っていこうと思います。まあ家庭的な料理なので、作っていく中でこうするともっと美味しくなるよとかこうするともっといいよっていうアドバイスがあればじゃんじゃんコメントの方に書いてってください。じゃあ、最初何すればいいんですか。ということで、用意した材料は左側にも見えるけど玉ねぎ、生姜、肉です。では一番最初は何するんですか。玉ねぎをくし切りにしてください。え、くし切りって何ですか。わかんない。くし切りっていう、え、ここ切るの、うん、えいっ、はいはい、うん、こう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 ちょっと大きめに大きめに、それがくし切りって言うんですね、うんうん、名前間違ってた。大丈夫、間違ってたらみんなが訂正してくれる、うん、こっちも、うん、せい。まずそのお鍋に、はい、わかんないでしょ、もう鍋やる、適量わかんないと思うから、これ200cc と300ぐらい入れてくれる。何を。水。水 300cc 入れます。そしたらね、醤油をこれ一つのスプーンが 300ml だから、 300ml もこのスプーン入るの、うん、30ml じゃなくて、あ、ごめんごめん、30ml。クリスタは、うん、あれ大丈夫？あの先生大丈夫ですか？これで3杯入れればいいのね。そういうこと。大さじ6って言ってたもんね。はい。醤油大さじ6。1、2、3。はい。入れた？醤油入れた後。醤油入れました。そしたら、あとは何の調味料使うの？酒とみりんを出してくれる、一番下から。酒とみりん、酒とみりんぐらい私だってわかりますよ。はい。それをね、はい。グリ。やっぱり測る。わかった、やってみる。グリ。スプーン測る？いい。グリ、グリやってみる。どう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 じゃなくてグリって感じ。グリ。よしよし。3倍入ります。砂糖、砂糖節間違いないです。これ砂糖って書いてあります。皆さん間違いないですね。私ここに砂糖節を間違えたことあるので、うちのね、親もね、砂糖と塩間違えてね、コカコーラに何か塩入れたんじゃなかった、あ違う、コーヒーに塩入れたんだ、激まずって言ってた。肉じゃがです、肉じゃがです。なので、皆さんもペロ、これは甘い、ペロ、これはしょっぱいってやった方がいいかも。砂糖と塩のなんか違いってなんかあんのかね。あるんですか先生。砂糖は甘くて塩は辛い。食べなくて。砂糖はサラサラしてるけど塩はダラダラしてる。そしたらそこに切った、今さっきの玉ねぎ入れて。いいんだ。そういえば私玉ねぎ切った時泣かなかったの。いつもね、玉ねぎ切るとき私ね、泣くの、うん、冷えてる玉ねぎはそんなに出てこないんで。あ、そうなんだ。じゃあ玉ねぎ冷凍庫に入れればいいんじゃないの。冷凍庫はなんで凍るし、そうなの。そしてね、はい、まず火をつける前に生姜を切ります。はーい。え、ね、生姜ってなんで入れるの。お味が良くなるから。お味がなく良くなる。こんな感じ、生姜は。なるほど、みじん切り。千切り。細かい千切り。はい。
い、すいません。で、皮切らなくていいんだね。うん、じゃあちょっと端っこだけちゃんと切り落として。そんなことしなかったよ、また。え、なんで？だってなんか生姜が嫌だって言ってるから。しっかりと、細かく切っていきたいと思います。でっかくなっちゃった。ね、ここまで切ったらその生姜も入れて。わかりました。先生の味みたいので足りなさそうだったので、後から砂糖を追加しました。はい。砂糖を追加したら良くなったみたい。よかった。煮立ってきたら、はい。お肉入れてください。わかりました。お、煮立ってきました。じゃあここにお肉を投入したいと思います。今回は国産のやつと、あと輸入品のお肉をね、一パックずつご用意しました。こうやってほぐしながら入れるんだって。へえ。あ、美味しそう。お腹空いてきた。はい、こちらがね、国産の牛肉です。じゃあ、アクが出るまで中火で煮込みます。簡単だね。さあ、アク抜きやってやるんだから。あー、すごい。こういうのアクって言うんだろうね、多分。綺麗にいい感じに お鍋がコトコトいってるので、弱火で20分煮ていくぞ。おら楽しみなんだ。開けるのか。いくぜ。3、2、1、オープン。おー、美味しそう。これで今のうちに炊けるので、ご飯ができたら盛り付け行ってみよう。ごちそうさまでしたー。